はい、2月12日金曜日、時刻は8時を回りました。はい、こんばんは。チーズソーです。どうもです。どうもです。お久しぶりです。お久しぶりです。またまとまってないな、最初から、はい、あれ誰か知らない人がいるみたいな真ん中にメイン。また後で紹介しますけどね、はい、あれ今紹介しないんだどっちがいい、まあ、まあまた後でね、はい、となぜここにいるかっていうね、はい、分かると思います。また後で紹介しますね。どうでしょう、今日あったかかったけど、ね、3月っぽい感じでした、ね、桜咲いちゃうんじゃないかって咲かないね。それはないね。まああったかったね。外仕事やりやすかったじゃない。やりやすかったね、今日は汗かいたもん。来週また雪降りそうじゃん。そうだから俺今日は来週雪が降ったら雪まとめておけるように今日会社でずっと雪ばらまいてもうでもだいぶ峠だしね。本当、ね、今日一日でずいぶんもうガチガチになってた氷も溶けました、うん、よかったね。明日雨だ、ね、うん、明日夜ぐらいから降るかな。お出かけされる方はちょっとね、傘も持ってきた方がいいかもしれませんね。ね、上田来て遊びに来てくださいね。真田丸ブーム、ね、乗っかってます、はい、乗っかってます、今乗っかってますさっきもなんか変なのいっぱいできたし運動は運動はなんかね、赤いの、赤いの、うん、新しいなんかね、いっぱい並んでますね。なんか人も見たことがない今日初めて見た、うん、久しぶりに。でも何度もそこの道通ってんだよ。だよね、最近本当に最近だと思うよねえ、明かりついてたっけ、あれちょっと微妙についてた。だからじゃない、昼間は分かってんじゃない。微妙なんだまあそんな上田です。はい、はい、そんな上田、はい、はい、ということで、はい、今日のメニュー、今日のメニューです、うん、うちらですね、この後すぐちょっと VTR を、まあ、VTR でこれ写真ですけど見ていただいて、はい、動画じゃないんで、スライドショー、スライドショー動画じゃないな、ちょっと思い出いろいろ手違いありました。動画にならずにならないっていう、いろいろそれはなぜかっていうのをまたね、いろいろ説明でちょっと細かくお話をさせてもらってですね、でその後え、なんだっけ今日、まあ2月、そうですね、今日のテーマ、テーマまた噛みました。はい、2月といえばということで、ざっくりと、はい、2月、皆さんもしお聞きの方またメールお待ちしてますので、私たちもちょっとね、いろいろ考えて、今回考えてきたようないやいやいつも考えてないみたいな感じ、行き当たりばったりって感じそうこの方が面白いですね。こんな形でやっていきたいと思います、はい、で最後は恒例のね、今月の歌を聴いていただいてお別れを迎えたいと思いますので、そんな1時間をぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、しゅうちゃんって言ったらちょっとなんか何を歌いますか。はい、ですね、今回っていうか先月1月なんですけども、約1ヶ月前ですけど、今ここにいるメンバーのうちの、私とトシ君で、横ちゃんでいいかな、はい、横ちゃんとあともう2人ほどで、今回ちょっと旅行に行ってきまして、出雲大社、あと伊勢神宮行ってきまして、まあ他いろいろ回ったんですけど、その時の、VTR って思ってたんですが、ちょっといろいろな手違いありまして静止画になります本当に何だろう、スライドショー的な感じになっちゃうんですけど、そのメンバーはどういうメンバーなんですか。でそのメンバーはこの町の我々のほら染屋の自治会の中の仲間ですね、うん、そうです、はい、仲良しグループでちょっと行ってまいりました。なので、まあ近所だね、みんなね、まあ、ご近所、まあ徒歩で10分以内の県内にみんな住んでるということで、まあそんな仲間で、まあ、応援してくださってるね、はい、そんな仲間でちょっと行ってきたので、ぜひ見てください。いいですかね、はい、じゃあどうぞご覧ください。お願いします。Thank you.
い声でいただきました。声だけお届けしておりますが、ね、はい、はい、見ていただきましたけども、ですね、まあ、本当にあの見ていただいた通り、出雲、まず最初に出雲大社に、ね、はい、行きまして、はい、まあ、約9時間、こちらの上田を夜中の2時に出まして11時ちょっと前に着きました。かなりの強行日程です。まあ疲れた。いきなりだから出雲大社に直行だったんです。直行です、はい、まあね、本当に9時間、なんだろう、まあ、まあ私と横ちゃんとこの2人でほぼ運転してたんですが、なんとかね9時間を切ろうと目標を立てまして。いいよ、そんな目標は。別にあの、ね、スピードを、ね、すごい出したとかいうわけじゃなく、あの休憩の回数を減らしたっていう、あのたまたまこのね、トシ君、あとさっき5人映ってましたけど、残りの3、トシ君を含めた、ね、3人いい具合に寝てくれたので、これは休憩しなくていいなと。そっち。もう自分で12時ぐらいまで飲んでて、うん、でもうこれでお風呂入って、しゅうちゃん迎え来るまでね、だからパジャマであったかくして、ね、ねんねん、じゃあこれ車でねんねん、迎え行って車に入ったとさ、もう速攻寝ましたよ。車にパジャマで乗ったわけじゃないよね。パジャマですよ。パジャマ、パジャマ、本当に家で。あの冒頭で出た一番最初の、あの岡山マップなんですけど、あれパジャマで。でしかも、寝袋までね、持参してね。車に乗り込んで。すごいね。本当にアホ一人だった。もう快適なね、で気づいたら大阪まで行ったという。そうそうそう、しゅうちゃんありがとう。あれは何時、朝7時前ですね。そう、だいたい約ね5時間ぐらいで大阪まで行っちゃったんですね。そうです、あのあんまりあの距離ある時間とかでやってほしくないよね。途中休憩1回、そうです、1回だけ。あの、うん、時間で計算されるとちょっと俺やばいね。今ほらちょっとね、大きな事故があったそうん、まあ、ところで、やっぱり休憩、ね、休憩は大事ですね。大事です。結構天気も良かった。良い子晩は寝落ちないように。あ、まあ、子供は運転できませんから。良い大人は、そういうことじゃない、そういうことじゃない、良い大人は寝落ちない。で、まあね、それであの9時間切りまして、まあそれはいいんですけど、でまず出雲大社、いつも通りですから2度目なんですけど、また今回は前回の時と違って、あのちゃんとした方から入ったんですよね。あ、そうそう、さっきも映ってたと思いますけど、大きな鳥居をくぐって、前回はね横から入ってたんですよ。ショートカットしちゃって、で何でしょう、本当にちゃんと鳥居をくぐってちゃんとお参りしてきたっていう感じですかね。まず出雲大社はそんな感じで、でもなんで去年か前回行った時はもっと人がね、うん、いっぱいいて、で、曜日は一緒？一緒です。で、今回はなんかすごいガラガラでね。ガラガラだったね。まあ、前回行ったのがまた12月だっけ？12月で、それでちょうどなんかイベントっていうかお祭りみたいなことやってて、それであのほら10月になると出雲さんはこの辺は神奈月って言いますけど、神有月になると。神様がみんないっちゃう。それでその流れでまだね、うちらが行った12月にも神様たちいたんだよね。あの19社って言って区の社があって、そこに全国各地の神様集まってくるっていうところで扉が開いてて、いやまだ神様いると。ああ、そう、また神様いるっていうか、なんか変な被り物したのも、はい、そういうのも、ね、そういうとこもあって、女性がねとても多くて、縁結びの神様というね、はい、そうね、うん、ものすごい多かった。若い女性多かったし ね声かけちゃおうかみたいな。しなかったみたいじゃん。しないですけど、まあ、出雲の、あ、そう、そば出雲そば、今映ってたね、そば、こんな道になったやつ、はい、あの、ね、大体ね、一口じゃちょっと多いぐらい、私はワンコよりちょっと多め、あ、じゃあワンコそばよくわかんないですけど、だでもザルでしょ、要はさ、セルフのワンコそば的な感じ。あのほら、盛岡だかどっかこうやってお椀にこう無理やり来るでしょ。え、岩手岩手か、そう、岩手のあれはほら、横についててこうやってうりゃうりゃってくるんですよ。出雲そばのあれはたまたまお店によって違うんですけど、今回行ったところは食べ放題、取り行く、
自分で あと何枚ください、はい、あ注文してじゃあ注文する届けてくれるの？そう、あ届けてくれる。あいやセルフっていうからその都度1枚食ったらまた取りに行くとそんな歩いてる間にもう何かなっちゃう一番最初に6枚出てきて、うん、まずそれを食べてからっていうわけで、うん、私約20枚食べましたけども他の人間はおそば食べてない？いや食べました。食べました。普通のやつはその 3杯3皿入ってるやつが乗っかって、うん、その上にいろんな具材が乗っかってるやつ、うん、で、はい、それはそれが普通の食べ放題っていうのとは全然別メニュー、はい、別メニューで、あー食べ放題っていうのをやったのが、私とあのもう一人、うん、2人でじゃあ食べ放題にしようかって、食べ放題チャレンジしまして、どんだけ食べれるかなっていう、まあ腹8分目ぐらいで、まあ約20枚。もうちょっと食べたかったんですけど。すごい食べてたよね。ちなみにちょっと、あの下世話の話なんですけど、食べ放題っておいくらぐらい？1,500円。あ、それはいいね。安いなと思って。それだったらいいな。え、ちなみに3枚と具材でいくら？3枚が…それも1,500円ぐらいですか？いや、1,000ちょっとだったと思うんですけど。具材って何？具材って何が？大根おろしとかいろんな薬味、具材って言うな。薬味は食べ放題もあって、俺なんかのとろろとかあったっけ？ありました、とろろとか。でもとろろは薬味ではない。卵とかもあったよね。卵とか。それはなかった、うちは食べ放題。薬味のみ。薬味もネギだけじゃないんですよ。大根おろし。大根おろし。あと、もみじおろし。いろいろそばのもみじおろしってあんまり聞かないね。聞かないでしょ。あとわさびとか、うん、わさびね。で、いっぱい5種類ぐらいあったのかね。だからやっぱね、一番美味しかったのはわさび。やっぱり一番食べ慣れてるやつ。やっぱりそれで向こうのその出雲そばっていうのは結構有名らしくて、まあ知らない方もいると思いますけど、ちょっと黒っぽいんだよね、うん、だからこの辺でいうとこの田舎そばっていうのがね、あんな感じでちょっと麺なんていうの、ちょっとそういうのか、そば殻も殻ごとやってるみたいな。だからここら辺でほら、さらしなそばっていうのはかなり引いてるから白くなる、まあ、中の芯だけを使ってるからね、白くなるみたいな、そんな感じで本当にそばも美味しかったですし、ね、お土産もいろいろね、ここにいるヨコちゃんは両手に抱えきれないぐらい買っていっぱい買って、もう車に乗らねえよっていうねもう本当そうだよね、もうなんかいろいろ買ったね、そうさ行けるところじゃないもんね。そうですよね、まあね、まあ、ちょっと楽しかった。来年も行くよ、うん、来年も毎年行くつもりでいるからで行きたい、うちのティーズフォート行きたいって募集してますどうすんの車、どうすんの車どうすんだったらまたお前メール来るぞお前いいじゃん、神奈川に行くじゃんああ連れてもらえるか、じゃあ箱根のタクシーライバーさん連れてってね、車は何とか用意するから、車は用意するからえでもそもそもほら去年も行って今年も行って、また来年も行くって話してるわけでしょ、うん、なんでその去年出雲大社に行くっていう話になったの？それはですね、一番最初私とそのなんだ大食いじゃねえや、食べ放題やった方と2人で一番、だから、去年その前から式年遷宮あったじゃないですか、60年だから40年に一度も、あの時にその方とまた私で行きたいねという話をしてて、で結局それがそのまま1年経っちゃって、でその年は行けなくて、その翌年にこうやってメンバー集めて行こうよっていう話をしたら、ね、その話に乗っかってきてくれて、じゃあ行くかっていう話で、それが去年、おととしだから、前回はそんな形で行ってきたんですけどね、で行ったら旅館なんだ島根県の旅館はたまたまね世界遺産石見銀山っていうところね、世界遺産なのは皆さんご存知だと思うんですけど、私たち泊まったところは湯の津温泉っていうね温泉の町、感覚で行きますと別所温泉よりも錆びれてる感じ。ね。で湯の津ってまず読めないんだよね。温泉にこの山水にこの津川雅彦の津って書いて、温泉津って書いて湯の津って書く。温泉津で湯の津。そうそうそう。絶対読めないでしょ。でそのでたまたまそこがね。後々知ったことで、世界遺産に登録されてる温泉街だったっていう、はい、素
晴らしい旅館にね泊まらせてもらって、本当に何だろう、離れのちょっといいところに泊まっちゃいました。それは一昨年？前回も今回も。あ、今年も。あ、同じところなの。はい、同じ部屋をわざわざ。すごい。温泉が。それでね、ここの横ちゃん、なんとカメムシに取り憑かれまして。何？カメムシ。旅館に。そう、あのカメムシが突然、ね、ほとんど落っこってきて。でしかも帰りの、本当伊勢神宮行った後の帰りにも車の中にカメムシがいたんです。横ちゃん連れてきた。一匹？一匹。ちょっとね話をしてると、あれと出雲大社だけで、ね、時間終わっちゃいそうなんでちょっと はしょっていきますけど、まあ出雲大社行った後に、じゃあ2泊目が伊勢神宮行こうっつって、その道中先ほども映ってましたけど姫路城寄ってまいりました。だけどあの中ね見て回るのにやっぱ時間がかかるということで、ちょっと外遠目から見て終わりみたいな。中に入って回ると3時間ぐらいかかるかかるということで、その3時間あれば着いちゃうので伊勢神宮着いちゃうので、じゃあやめようということで、でもう伊勢神宮向かいまして、まずあの旅館入りまして、さっきねあのちょっといい雰囲気の佇まいのあるちょっと古めかしいところ旅館みたいな映ったと思うんですけど、あれに出てくるような何だっけ、ジブリの銭湯っていうような、あんな感じの、まさしくあんな感じの、うん、いい雰囲気なんですけど、まあいろいろ問題もある。湯婆婆がいたとか。湯婆婆はいなかった。湯婆婆いなかったけどね。お父さんが豚になっちゃったとか。でもね、そんな感じどこだったの？お父さん豚になっちゃった。なんかでも食べ物美味しかったよね。そうそう。ただ、ね、怖かったのが値段が書いてなかったんだよね。あ、そうね。値段が書いてない。料理の？うん。で聞いたの、店員さんに。そしたらそれは大将しかわからない。結構教えてくれないっていうね。怖っつって。それやられちゃった、やられちゃってない。やられてない。やられてない。それ大丈夫でしたけど。良心的な時間。そうね、なんか有名らしくて、後でも、ね、雑誌も載ってらっしゃるんだけど、全部ね、そのお母さんがソロ版で計算してくれて、こんなね、こんなね、あ、1個の玉はこんなでっかい、このくらいあるようなね、すごいね、こうやって、で、お皿を食べた後のお皿って普通下げるじゃないですか、そう居酒屋さんなので、下げないんですよ。ずっとお皿が置きっぱなしなんですよ。だから、1個がこれくらいの何なんですか？あ、おつまみね。あ、おつまみ。そろばんの玉。そろばんの玉が。そろばんの玉。俺、おつまみの食材のことかと思って、いつになったら気がする。そんなでっかいつまみ。お会計のシステムは、あれだよね、回転寿司みたいなもんだよね。そうだね。お皿の色で、ね、ちょっと端っこに置いといてやって、うん、で、会計してくださいってやるから。だって値段書いてないんだよ。でも、その皿何頼んだか分かんないじゃん。結構適当だよな、多分。食べ物、何頼んだか分かんない。お皿、でもやっぱね、お皿の形も違うし、大きさも違う。だからそれで、はい、これはいくら、これはいくらみたいな感じで、ちょっとおっかないっちゃおっかないんだよね。だから最後、なんで表示しないんだろうね。わかんない。最後に会計やるじゃん。だから端数出たら、あ、端数いらないからってね。そう。だからね、多分ね、だからだいぶ乗っかるぐらいなんだよ。結構するんだよ。人だと思って。いいのか、みたいなね。でも美味しかった。美味しかった。あの食べてる時のドキドキ感っていうね。やだ。でもね、うちらバカだから、お金のこと考えて飲み食いしちゃうから。やっちゃうよね。今ため息があって。でもあの伊勢エビだけ食べてなかったんだ。伊勢エビ食べなかったね。それが。ちょっと心残りだね。でも車エビ食べたんだよね。車エビ食べちゃった。なんで伊勢エビまで行っと伊勢エビなくて車エビなんだろうってよくわからないお店だったっていうのもね。さあ伊勢エビっていうメニューがなかった。まあそれでね、そうやってまあいろいろ食べたりなんだりして、その日を泊まりまして、で次の日の3日目の朝にあの伊勢神宮をお参りしまして、でまあそれで帰ってきた時にまた雪が降って通行止めになっちゃったんですね、高速が。ちょっと大変ちょっと降っちゃった時ですよね、全県で警報が出たんですよね。で帰ってくると長野県警報出てるぞって話になって、まさかって言ったら案の定通行止め。どっから見たの？あれだよね、駒ヶ根です。でも本当に参拝終わった後すぐ晴れてきてね、晴れてすごい天気良くなって、でこれで降ってんのかなあの県と思ったら本当に降ってた、ちょっとしっかり降る、
ね、雪は、まあ、どうも降ったみたいに、ね、だそれがまだ残ってるわけでしょ、これが、うん、そうそうそう、そうそう、そんだけの雪だったんだよね、まあその後も降ったけどね、ちょっとね、ちょっとだけど、やっぱ寒いんだよね、雨だね。それであとほら、やっぱ伊勢といえば伊勢うどんってね、あのどうでも食べたかったっていうね美味しかったね美味しかった、あれ美味しかった。伊勢うどんの特徴ってどんなの、あの柔らかいです、全くコシがない、はい、そうです、すごい太い、うん、でもさ、なんかさ、アキちゃんから聞いたんじゃなかったっけ、じゃ事前情報があってさ、それ俺が言って、俺が言ったんだ、あ、そうだ、結構すごい茹でるって、でもそれも俺たまたまテレビで見ててね、あの県民賞かなんか見てて、うん、あテレビ番組見ちゃった、あ、いいよ、いいよ、あー、そんなことしたじゃない、そうだそうだ、すごい柔らかいんだけど、箸でこうやってちゃんと掴めるんだよね、切れないんだ、うん、あれ不思議なもんでさ、うん、だからなんかその自分なんかドールフェちゃんが言ってたけどさ、思った以上にふにゃふにゃではなかったから、うん、そう、そこまでふにゃふにゃではなかった、だけど、あでも分かるみたいな、だからまあ腰はないよね、うん、本当にすごい茹だってるとさ、表面がぐにょぐにょになっちゃう、そういうな感じで1時間茹でるじゃない、ああそれ言ってたね、1時間茹でる、表面は何ボロボロになっちゃったりとかなってない、なってないんだ、なってない、だから特殊な麺なのかね、あれ、あれはね、美味しかったかも、あれ美味しかったね、ちょっとリーダーにもお土産買ってきたら実際本番食べて、で汁がないんだよ、そう、ちょっとこういうのちょっとしたタレ、タレみたいなのだけで、絡めて食べるみたいな、あれはね、思ってたのと、でもやっぱ本当本物見ると全然イメージが違って美味しかった。太さがあるからきっとブチブチって切れないんだと思う。柔らかいんだけど、なかなか食べ応えもあって美味しかったらしい。美味しかった。ありました。うん。でその後ね、いろんなそのなんとか横丁みたいなの行ったりして、いろいろ食べたり飲み食いしながら。うん、お土産買いながら、ちょっとね、だから車に乗らねえって言ってもね2日にわたって買っちゃったの、だって後ろの窓こ、後ろの窓これ開けるとガサガサみたいなさちょっとまあそうだよね、まあ、確かに行かないかな、まあ、2日もね、約3日間行ってんだからお土産もね大量にはなるんですけど、お土産で思い出した、今日持ってくるって言ったのに忘れちゃった、ああやっぱり絶対忘れると思う、視聴者プレゼントが実はあったんですけど残念、残念、まあ、それ作戦じゃないよ、でもね日持ちするから来月忘れなければっていうかいいじゃん、物はどういうこういうものですよって説明して、あそうだ、あのもし欲しいっていう方いたらメールな、そうだね、いただけあなんか見えないところで手上がってますけどね満月でポン、あの おせんべいだよね、そうそう、おせんべい、あちょっと見とこう、とても美味しいおせんべいで、あるんですけど、もし本当にちょっと欲しいなって方いらっしゃいましたら、あの、はい、まあ、限定1個で2個買ってきて、2個買ってきて、あのメールいただいて、その中であの我々勝手に抽選しますけど、そしたらあのここまで取り来てくださいいや取るからちゃんとその後ご連絡して住所とか教えていただける方にはあのちゃんとお送りしますので、もしその欲しい方いましたらぜひメールくださいそんな感じで、賞味期限確認だけしてきます、はい、ティズ4のサイン入りで限定にサインがあったっけ、2名サインなんかあったっけ、2名の方にサインって全く関係ない、出雲伊勢関係ない、大阪の満月でポンという普通のおせんべいあでも美味しいんだよね、美味しいおせんべいだ、それをお送りさせていただきますよね、はい、あーなんか忘れたと思った、よかったね、オチがあったね、なんで大阪なのかなって言ったらたまたま甲冑ちゃん買ったよね、もう買ってない、あれ買ってない、嘘なんで、じゃあ俺とあれか、大阪タモさんが買ったかな、まあまあそんな感じで ね、まあ、でね、あのまあもし本当にあの欲しいというか、はい、メールいただいて、ね、はい、メールください、はい、送らせていただきますので、はい、じゃあちょっとここで一曲、そうですね、入れますか、はい、はい、はい、あー、はい、はい、ちゃんとびっくりした、そしたら急に急に元気、ここでね、一息入れてもらいたいと思います、山翔さんで、星を探しに、好きを探したくなった時に、今まであったものや大切な人が消えては降り続く雪のように、手のひらからなくなる、毎日の中気まぐれや
探して見つけていたい。目覚めから今日を思い出すまで、駅伝並みのスタミナ持って、キラキラ光る曲を送りね、聴いていただきました。はいはい、で時間もね、後半もラスト30分になってきました。まあちょっと、まあ、そんなことで皆さんさっき言ったお土産ね、もしよかったらまた聞いてください。お待ちしてます。はい、じゃあアクションメールいただきますので、はい、お願いします。はい、じゃあいただいてるメール、読ませていただきます。こんばんは。こんばんは。っていう題名です題名ね、はい。1月の放送を YouTube で見ました。ありがとうございます。リーダーとトシさん、リーダーとトシさんが、チームティーズ4めっちゃカミカミだったのが笑いました私じゃない、あ、私の草みたいな、チーズになったよね、確かね、はい、汗聞かしすいません。そこでお二人にお願いがあります。お時間があるようでしたらチームティーズ4が今年もますます人気者になりますように。ありがとうございます。チームティーズ4を10回コールお願いしますお二人がビシッと決めてくれたらきっとさらなる活躍が期待できる年になるはずです。プレッシャーかかるね、これプレッシャーだよ。楽しみにしてます
これは誰だよ、みんなで言うの？違う、トシ君、トシ君。ちなみにこれ、のんちゃんさんからいただきます。ありがとうございます、いつもありがとうございます。ありがとうございます。それはほら、噛んだ2人に言ってもらわないもんね。トシ君ですよ、やっぱり一緒に言ってもらえばいいじゃん。なんでさ、あの時言えなかったのよくわかんないんだよね。え、ロレツが回ってなかったら、いやいや、やばいやつ今ちょっとなんかニュースになってる。それダメだよ、それキレさん、じゃあ、リーダーから行ってみようか。はい、はい、あ、私からどうぞ。10回、10回だって。はい、チームチーズ4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 。おーい、え、じゃあ、ここはあ、それピザ、それピザ、ピザのやつでしょ、それじゃあ、で、自慢げに膝って言っちゃうんだよ。じゃあ、違うから、チーから言える、絶対言える。はい、はい、どうぞ。ピ、ピザピザ、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 今日、スリッパ持ってきてないんだから、今日はい、じゃあ、チームチーズ4、10回お願いします。チームティーズ4、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 チームティーズ4。はい、よくできました。なんだろう、なんかちょっとなんかダメな感じだよね。なんかできたのにダメな感じ。ライブしてて、ごめんなさい。なんかダメな感じ。チだけ非常にでかい。じゃあ、ね、あのちょっとまあ時間押してるのはあるんだけど、ここはやっぱり大鳥で横ちゃんにやってもらおうか。マジですか。はい、それはほら、うん、ごめんなんちゃう。出雲と伊勢行ってきたら効果がここに出ますから。あの、ちゃんと期待してるからね。え、それはどっち。ちゃんとできるように。はい、チームチーズフォー、チームゆっくりだな、おい。ゆっくりだな。ゆっくりだ、言い慣れて。ゆっくりだな、おい。言い慣れて。5秒で言えるように。はい、大丈夫。3、2、1、チームチーズフォー。期待通り。見えてねえし、見えてねえし。素晴らしい。Okay, okay. Nice. ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。スリッパ欲しかったな。ダメだこりゃ。ありがとうございました。はい。でもね、この2人ができたということで、はい、ありがとうございます。またね、またお願いします。またいろいろとメールまたください。はい。はい、じゃあもう一件あります。はい。こんばんは。こんばんは。これも題名です。そうですか。はい。T's Fun の皆さん、こんばんは。こんばんは。番組を見るために仕事を早退して自宅で見ています。誰だ。マジか。誰だ誰だ。予想はつくけど誰だ。はい。1月最後の0円携帯とタブレットを契約して、タブレットをでかくしたので愛しのアキちゃんもバッチリ見たんです。もう誰が分かった、もう誰が分かった。マジで。出雲大社と伊勢神宮ってすごい離れた場所に旅行していますね。私も行きたいです。運転してもらおうかね、このね。はい、ノリがどうでしょうのサイコロの旅みたいですね。ただ静止画が残念ですね。すいません。いろいろ手違いがありましてね。ティーズ4のサイコロの旅なんて企画もできそうですね。そういうのばっかり横にできて。ラジオネーム上田に移住をしたい。でそこハテナついてんのかな。ついてんの。そんなイントネーション。箱根の学習のライバル。いつもありがとうございます。今度はやっぱね、運転してもらってね、行きたいね。やっぱプロの運転でね。まあちょっとまたあったんですけどね、一応もうプレゼント欲しいって来てますので、またいただいて抽選の結果ね、送らせていただきますと、もしかしたら本当に、はい、タキードライバーさんともありましたけど、ちょっと静止画ってね、残念。ちょっとちゃんとビデオも持ってったんですけどね、いざちょっといろいろと手違いがね、いろいろ手違いありました。動かなかったの。ちょっとね、初歩的なミスだよね。そうなんだ。でも最初もやめたらもういいかって。なんかね、そんな感じになっちゃいまして、本当ちょっと本当申し訳なかったんですけど、すいません、今回こんな形お許しください。はい、じゃあちょっとね、時間もあれなので、今日のね、すいません、テーマ先に言っとくの忘れちゃったんですけど、言ったじゃん、言って言った、そうちょっと待って、イベント紹介、まずしましょう。じゃあイベント紹介、イベント紹介します。すいません、段取り不足で、一件だけ、すいません、紹介させていただきます。2月の20日土曜日、21日日曜日の、2日間にかけまして、上田人権フェスティバルが、真田中央公民館で、開催されます。入場は無料となっております。で、20日には、人権講演会ですとかね、21日の日曜日には、道白寺の人、DVD 上演会というのが、ありますあとはね、2日間、で、人権作品や資料の展示等を、行っております。で、なおですね、20日
の土曜日に関しましては午前11時から、になりますけれども、豚汁が、お振る舞いで、ございます。うちのリーダーが、三角巾巻いてカッコ着てあのお振る舞いになる。お振る舞いしますので、おりますので、ぜひお越しください。リーダーもしティーズホーフィンでますって言ってくれたらちゃんと握手もします。色紙持ってきてくれたら、はい、サインもしますんで。ぜひ人権フェスティバル大丈夫ですよ。毒は入ってませんから。安心してください入ってませんから、はい、はい、というわけで、イベント紹介、はい、こちらに行っていただきました、ね、時間がある方、ぜひ、はい、お越しください。ということで、最初にも言いましたけど、はい、まあ、ざっくりと2月といえば的な、まあ、そうですね、どうですか、もう2月、2月ってなんかこう、イベントらしいイベントは、まあね、ほら、バレンタインデーってのありますけども、うん、なんかそれ、お約束、お決まり的な感じで、バレンタインデーね。今日くれないんだ。今日くれないんだ。まあそんなのもありますけど、それでありますけどね。どうでしょう皆さん。2月なんか2月といえばみたいな。ようちゃんちょっと時間ないから先に行っちゃうかな。チームティーズもチームティーズ。ほらちゃんとほら言い出してるんだよ。ごめん。うん。定番でもいいんですか。何でも何でも。何でも2月といえば、はい、ありがとうございました、はい、ほら、慣れてないから慣れてないから、突っ込めない、突っ込めない、突っ込めない、全員も出してごめんごめん、やべ大丈夫です。それではじゃあ、ちょっと改めてそれなんかどっかで見たネタだな、それこういうの慣れてねはい、じゃあどうぞ。まあ、2月といえば、やっぱバレンタインで、うん、まあ、いろいろいい思い出もあれば、苦い思い出もある。おお、じゃあ、苦い思い出だけ聞きたいね。いい思い出は聞きたくない。そうですか。苦い思い出は、やっぱ小学校の頃に。へぇ、自分がもらえると思って、ね、あれ女の子が来て、自分がもらえると思ったら、誰かに渡してくれ。一番嫌なパターン。一番嫌なパターン。そういうのが結構ありました。へぇ、そうなんだ。1回じゃないんだ。1回じゃない。何回か。でも、いい思い出もあるだけ、ね、うん、幸せ、うん、うん。聞きたくないけどね。はい、そうなんだね。バレンタインだもんね。じゃあ、横の人。横の人。横ちゃんの横の人。雑だよ、雑。雑になってきてる。2月まあ、でも。って言われても僕の中では雪、まあ2月、一昨年の雪がやっぱり結構ね、自分の中ではすごいやっちゃったなっていう感じでね、もう毎だってもうこん一晩でこれぐらい積もったじゃん。まああの時ね、うん、1メートルぐらいでしょ、うん、約1メートルで長岡に住んでた時、僕ね、新潟に住んでた時はもうそれぐらいはもう普通に降ってたから、うん、でも向こうは道路とかに融雪パイプ井戸水に上げて、だから道路とかって全然、普通にサイドブレーキ引いて遊んでるぐらい夜中とかだとね、なんだけど、うん、こっちであれだけ振られるともう全く麻痺しちゃったのがもうちょっとびっくりだったよね。でも本当に2週続けて一昨年は降ったから、もう2週間のうちで6日間は1日中仕事雪かきだったから普通の仕事できませんからね、そこまで降っちゃえば。まあでも今年、まあ、雪少ないって言ってたけど、まあね、2月になってそれなりに今、まあ平年並みぐらい、まあ、1月になって1月なんですかね、どれぐらいなのかよく分からないんですけど、まあ結構雪は好きなんで、うん、結構はしゃいでやってます。犬かみたいな。何そんなに可愛くない。はい、じゃあ前の人私はね、2月といえばってなんか全然思いつかなくて、うんうんうん、はい、じゃあ横の人は、うん、でも、本当ね、あと1分で2月ってね、思いつかないって言ったけど、私も2月ってすごい地味っていうか、うん、イベントってまあ、バレンタインはね、後から出てきたもので、うん、バレンタインはなんかお決まりな感じだから、うん、あと豆まきあるけど、あ、節分ね、うん、節分あるけど、あんまりこう、フェスティバルっていうクリスマスだとか、そういえば、北見観音、千代の富士来たね。
あ、ほんとここの親方だっけ、うん、来たね、余談ですけど、うん、だから、うん、私も2月って寒いのは好きなんだけど、ちょっとこう、面白みのない月だなっていうふうには思います。ただ受験生の人は2月は ね、まあ、大事な時期だからね、うんうん、それこそ雪とかで滑らないようにね、なんかセンター試験のために24泊25日とかいうニュースあって、センター試験受けるためにあの島から出てくるのに24泊25日なんかそんな勉強しなくたってねそういうもんでしょないけどね。そうだよ、うちらみたいになれるんだよ。勉強がしなくてもなりたくないよきっとなりたくないって言われちゃうから、うん、なっちゃった。でも勉強が全てじゃないきっとね、きっとね、まあ大事ですけどね、うん、そうよ、うん、確か2月は、あ、もうこれもう言ったの、うん、言ったじゃん、だって何も思いつかないの2月、さっきあきちゃんも雪って言ったけど、なんか 2月はあのちょっと自分の中でもう春に近いかなっていう、後半と前半で分かれちゃうけど、前半は寒い、うんうんうん、で後半はもう暖かくなるから、あ、ようやく春が来たなっていう、もう来るかな、近づいてきたかなっていう感じで、もう前半はあともちょっと寒くて耐えてる、思い出した2月といえば、俺ちょっと1個だけある、うちの息子が誕生日だからそれだけ、それだけ、あの一応あの皆さんでおめでとうだけ言ってもらっていいかな、多分見てるから、はい、何だっけ、りゅうき、りゅうき、はい、りゅうきくん誕生日おめでとう、ありがとうございます。何歳になったのかなおい、パパ10か11ぐらいだよリュウ君って真ん中だっけ、真ん中、まあ、とりあえず、まあいいや、そのくらい、はい、はい、またちょっとね、皆さん、まあ、ちょっと急すぎたんですけどね、2月、またあと少しでね、また春になりますので、また次回楽しみにしてください、はい、じゃあちょっとここでね、曲挟んで、うち最後の、はい、こちらの曲になりますので、スタンバイします。今回、今日慌ただしいね。てか、いらんでだいぶやったはい、じゃあ、本日2曲目は、深瀬、ひとひろさんで、キラキラダイヤモンドです。はい、どうぞ。じゃI'm not afraid to die.
登場しましたので、あのさっきあの V に V じゃねえや、写真だ若干ね、あの入ってました、たまちゃんです。たまちゃんです。スピーズフォーという会の仲間の一人です。いつも応援してもらってます、はい、今着きましたね。ただいまそうですね、はい、ちょっと本当はここでね、あの曲入る予定だったんですけど、ちょっと今あの大トラブルが起きましてあのさあじゃあスタンバイしようかって言ったら弦が切れてたっていうね、今あの2人で大慌てしてる最中でございますんでしばらくちょっとあのご簡単をご簡単あった素晴らしい あった感じ。じゃあちょっと時間も押してるから、じゃあタマさんどいてもらおうか。ごめんなさい、引きます。はい、じゃあ後ろの方で映っていいです。お待たせしました。 OK? 多分 OK。 させん、させん。もしあれなら皆さんと一緒にね、盛り上がっていきましょうよ。すいません、ざわざわしてまして申し訳ございませんでした。え、ざわざわコンビ的な感じ。ざうちらじゃないけど全然、一番最後だね、ざわばあいてやの音オッケー。集中した、いい、こっちでしょ、全然こっちでしょ、ここはい、ですね、すいません、いろいろちょっとね、なんだこれみたいな。たまちゃん消えちゃったもんね。それでですね、今回まあ、2月ということでね、はい、まあ、歌も何にしようかっていうことありましたけども、まあ、やっぱ先ほどあきちゃんからもありましたように雪ということでね、でまあそろそろ春にも近づいているということで、あのイルカさんのね、あの名残雪今回やりたいと思います。まあいいか、OK ですね、はい、時間もないし、はい、じゃあ、はい、なんか本当は慌ただしいね。じゃあ、あの、聞いてください。名残雪。じゃあ、行きまーす。大丈夫。はい、それでは、改めまして、はい、聞いてください。名残雪。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降ってる。
がこれが最後ねと寂しそうに君がつぶやく長い雪も降る時は知りふざけ過ぎた季節の後で今春が来て君は綺麗になった去年よりずっと綺麗になった動き始めた汽車の窓に顔をつけて聞いていただきましたなんかすごい慌ただしくね約1時間過ぎてきました、はい、しかもあの最後の最後であの最後の最後で大和来てくれたんですけどあのもうガラッて開けるタイミングがもう鬼のようなみんながゲロって超睨まれた感じでじゃあ皆さんちょっと集まっていただいてまだね、はい、時間ありますんでまだね時間ありますねちょっとえもう最後のまあ、いいや、ちょっと違う、ざっくり紹介して、なんか喋って紹介した一応紹介しました紹介した、はい、ゲンの張り返しながらちょっと分かんなかったティーズフォート愉快な仲間たちの一人ですよねはい、そうそうそう二人ね、はい、ありがとうございます、特別ゲストでまたたまに遊びに来てください、はい、よろしくお願いしますネタ持ってる、お土産が本当に今回ちょっとすごいなんか慌ただしく進みましたけど本当それはねちょっと申し訳ありませんけどいやでも俺もめっちゃ間違えちゃったやっぱそうだよねごめんまあいいやごめんこの辺のとこ言っちゃった年が間違えるの想定内だからまあごめん、まあ、そんな感じでこの約1時間お送りしましたけど、はい、次回はちゃんとやりますはい日にち、はい、次回は3月の11日、はい、またあの第2金曜日にやりますので、はい、またぜひとも来月またよろしくお願いします、はい、お願いします
じゃあすいません、ちょっとバタバタになっちゃいましたけれども、最後には、マチスタの1月2月のおすすめソングで、福澤由美さんで自分を生きるです。はい、じゃあバイバイ。あ、ごめん、バイバイ。待ってねえな。はい、そう、ではお聞きください。はい、はい、じゃまた来月ね。また来月ね。さあ、バイバイ。自分を生きること。